ランキニの愛知県出身18歳の坂下みやびです。本日の企画はこちら、 TikTok 10分間で何本撮れるのかチャレンジ、イエーイ。はい、私は今、TikTok の毎日投稿を頑張っているということで、そんな私が10分間で TikTok を何本撮れるのかというのを今日は検証していきたいと思います。今その TikTok のストックを貯めているんですけど、それが今100本貯まったので、100本の中から頑張って10分間覚えたものとかでできるのとかあるかなって思うんで、挑戦していきたいと思います。普段は TikTok はみやびは1本の動画に10分とか20分ぐらい時間をかけて撮るんですけど、今回は10分間で何本撮れるかだから、結構スピーディーに頑張ってやりやすいの撮っていきたいなと思います。 TikTok を撮っていこうと思います。いつも洗面所で撮ってるんですけど、今回の TikTok 10分間チャレンジの目標は12本撮れたらいいなって思います。それではタイマーで10分間測っていきます。スタート。今8分38秒、やばい、もうやばいやばい、どうしよう。次これ、待って、やばい、振りがわからん。やばいやばい、あと5分半しかないよ。こうやって新しい曲だと覚えなくちゃいけません。これにしようパッパカパッ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 パ、クリームソーダに果てを入れたらやばいやばいやばい、やばい、あと3分4秒どうしよう。めっちゃ顔かわいいかわかんない、どうしよう。どうしよう、やばい、うわ、恥ずかしいよ、やばい、あと1分半ぐらいだ、どうしよう。どうしよう、できてるかな、てか、やばい、あと1分、あと1分です。やばい、あと2本撮りたい、無理かな、やばい、あと30秒。やばい、あと5秒4秒、うやばい、あと1秒、どうしよう。結果発表をしていきたいと思います。イエーイ。あれ13かな、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13かなりました、やったー、目標達成しました、やったー、嬉しい。みやびが TikTok を10分間に何本撮れるのかチャレンジをしたら、結果は13本でした、やったー。はい、チャレンジをしてみて、なんかやっぱり普段の TikTok 撮影よりも結構素早く曲とかも選んでやんなきゃだし、あと覚えなきゃいけないから振りを、結構それが大変でした。で、今はその撮り方の手で持って撮影してたんですけど、置いて撮る
ものの方がもうちょっと時間かかるのかなと思ったので、手で持って最短13個取れたということなんで、まだまだ特訓を欠かさずに TikTok 頑張ろうと思います。はい、改めてにはなりますが、坂下みやび TikTok やってますので、ぜひこちらアットマークみやびなぎりをフォローしてみてください。毎日投稿してます。それでは今日の企画は以上になります。グッドボタン、チャンネル登録、コメントをよろしくお願いします。みんなも TikTok 挑戦してみてね。バイバーイ。今日は特別に少しだけみやびの TikTok 撮影風景をお見せしたいと思います。じゃーん、見えるかな、こちら、こちらみやびの TikTok 撮影風景です。じゃららら普段は本当にお風呂場で撮影していて、で、あの化粧落としの上に TikTok 用のというかスマホを置いて撮影しています。じゃーん、化粧落としとクレンジングでスマホを立てています。恥ずかしい、これ見せるの。この上にはおー映らん、ライトがついてるのでめっちゃ光が輝いてていい感じに撮ることができます。そんな感じです。